ということで、動画冒頭の各シーンどうだったでしょうか。まあ、昨日の夜にですね、このフレンドと、もうこれランクマッチをやって、2回角が出たんですよね。まず1個目がこれですね。1発目が42キロの4です。で、この2試合目がですね、はい、こちら32キロの3ですということで、命中率が31となっております。とりあえず、1試合目の角はこの画像だけですね、まあ、そのスクショはできたんですが、2試合目ですね、これ映像として、さっきのこの冒頭のシーンの角として、この画面録画機能でですね、一応その瞬間は抑えることができました。そして今回なんですが、このマンウォーのバチクソ強いですね、このカスタムが完成しましたんで、今回そちらの方を紹介していきたいなと思います。それがこちらですね、マズリニヒューズ感ですね。まあ、結構ですね、このモノシリックサプレッサーにする方がいるんですが、個人的にはですね、このヒューズ感サプレッサー一択なんじゃないかなと思ってます。そしてバレルにライトバレル、そして大学に30のリアグリップに流浄で、一番ですね、これがね最も鍵になるんですが、このライト速ですね、こいつですね、 AM 時の移動速度がアップなんですが、これをすることによって、射撃中にレレレ打ちができることができるんですよね。想像してみてください。3発キル武器でレレル打ち、いやマジで恐ろしいことになりますから。それでは早速ライトストックなしからちょっと見ていきましょうか。これですね、レレル打ちの速度がこんな感じ、射撃するとこんな感じですね。まあ、結構ねちょっと遅いと思うんですよ。普通に誰でもですね、多分まあレジェンド隊とかそのマスター隊でも当てると思うんですけども、このライトストックありがこんな感じですね。結構ですね、まあ、自分の視点でもね、かなり早めとなっています。やっぱりですね、この3発キル武器でこのレレル打ちできるってなればかなり脅威となりますよね。それでは自分視点から見ていくんですが、まずですね、このライトストックなしの、このマンウォーから見ていきましょう。その移動速度がこんな感じですね。はい。まあ、結構遅めじゃないですか。まあ、AR だったら普通ぐらいのこの移動速度となるんですが、こちらのこのライトストックありのこのマンウォーでやると、こんな感じ。もうわかりますかね？結構ね、横移動速度普通に速いですよね。この ADS してるときと全く同じよね、この移動速度となります。で、これの何が強いかっていうと、そのただ単純にですね、この相手に弾が当てられにくくなるとか、被弾率を下げれるんですよね。プラスですね、こういう壁とか使って、打ち合いの可能とか、こんな感じ。はい、一回打って、こう出すとか。っていうことも、可能となってくるんですよ。これがマジで強いです。まあ、自分が実際にこのマンウォーを使ってみて、かなりですね、使いやすかったですし、しかもこの3発級でキル速も速い、しかも機動性も高いということでですね、まあ、SMG みたいな感じで使えますし、普通にこの AR、結構後ろ目の方でも敵をキルすることができます。それでは早速ランクマッチで実際使っていきましょうか。ブチブチにするぞということでね、早速おマンウォーを使っていきましょうか。ちょっとこれ味方にマッサイネが大丈夫か、俺がキャリーしてあげようか、ちょっと重すぎる。さあやっていきましょう。ニュークタウンのこっちですね。そう、エイリス感はめっちゃ不利なんですよね。超不利なんですよ。だからちょっとこっちにですね、できるだけ点数を取っていきたいところなんですけども、ちょっと相手が全然来ない。一人勝って、まずいですよこれは。 OK、 頭一個出し勝っての安定性も高いですから、そいつも勝って、ほらほらこれよこれよ、レレレ打ちよ、レレレ打ちができるんですよ。3スキル頭がおかしい。さあ、買っていっての。と、そっちがどうなってる？そっち、B がどうなってますか？じゃあ、俺一回引いていいか。俺一回引いていくで、もう一回上がる。もう一回上がる。さあ、二回買っての。いや、任せたぞ、そっちはお前ら。めっちゃロケな打ってくるやん。そんな、俺に貸しちゃい。荒野行動やろうよ。わあ！わあ！いやふざけるな、マジで。俺を撃て。車を撃つな、マジで。俺の愛車に傷をつけんじゃねえぞ、お前ら。お前ら、早く上がろうぜ。負けるぞ、これ。ほら、おい、頭一個出しでも買っていく、俺は。俺、買っていくんです。これが3発キル武器なんです。一回買って、もう、マジで悪魔みたいなことしよう、俺。こいつ上がってこないから。うわー買っての。じゃ、ここからリスキル回していいっすか。そいつを買っての。さあ、こっからウォーマシンを発動していきたいところなんですけども、よいしょよいしょ。いやー、マジで地獄すぎる。全然ウォーマシン関係ないっす。一回二人買っての。まあまあまあ、全然当たらない。下手くそすぎるウォーマシンが。やっちまうよ俺は。頑張れ。気合いで、カメさん、オッケーオッケー。まあ、今の気合いで狩るのは、まあ、カメさん、いいところなんでしょうか。他にいいところはないんですけども。でもね、言うて、こっちにすれ、こんだけキルが取れてるのはなかなかいい。最速いいんじゃないでしょうか。ちょっと、あれ借りて、あと一発なんですよ。あと一発だよ。一発だけ、足してくれ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。俺もこんなこと言ってみたかった、女の子に。頭。おっしゃ、ほら。これ、このポジ強くね、
これ強すぎやん、チートやん、ゴーゴーチートやん、これ勝ってえの、勝ってえの、オッケー、でかいよ。さあこれ2キルしていって、じゃあこれ B 止め、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、ブチブチにするぞ。でもさ、これさ、敵さんの1位もなかなかやりようるな。でも俺は今回皆さんをキャリーしてる。これマスター、俺はマスターさんを抱えてんねん、ほんなら。抱えてるものが違えんだよ。俺はマスターさんっていう、将来の外役の希望の種を抱えてんだよ、俺は。こいつをマジ俺はレジェンドに持っていく。いやー、まず、マスターさん頑張れ、お前。俺をキャリーしろ。まだ、終わった、終わった。これは終わった、これは終わった。一回、マジでウォーマシンが暴れとる。ちょっと待って、カウント指。カウンター、カウンターやって、カウンター。あいつ敗者好きやな、あいつ、あの子めっちゃ敗者好きやな、毎回敗者おるのに好きやつ。ちょっとだから対空ぐらいせいや、マジで対空せい、これ無理じゃね、これ。あのアクティブいい、ちょっとまあこれオッケー、それ買ってんの。ちょっとなんかステルスヘリもいろいろ出ちゃってるけど、なんかもうスコアストリークのオンパレードになってる。どう上がるかな、味方。オッケー、それ買ってんの。オッケー、上がってきたね、そろそろ。俺も行こうか。よいしょ。オッケー。これが鍵よ。これが鍵、オッケー、オッケー、ナイス。入れ、入れ、入れ、お前。マジでお前、入れ。上勝ったんでか、上勝ったんでか。そして俺がここからリスクする。これがカメさんパティーン。これがカメさんの計画や。これが俺のやり方や。UAV もないし。オッケー、これ2人勝っていいの。さあ、カメさんもやっちゃいところなんですけれども、一人勝っての。いや、頑張れよ、お前ら。いや、ナイスナイス、味方が強い。うわー、なんか飛んできた。一人勝って。オッケー、ここで UAV とショッカーチェ発動していって、これが俺のやり方や。さあ、もう一人勝っていってあげて、これが環境武器ですよ、これが。3発切る武器で機能性が高いってどういうこと、楽をすな、楽をすな、そんなワンパンアクティックなの。でもね、言うて、あの、今シーズンそんなアクティック使われてなくない、めっちゃ敵が持ってる。さあ、それ勝って。あかんな。カメさん、つけよ。イモリすぎやろ、マジ。俺は最後にかけるわ。暴れ回るわ、お前。わあ、ブチブチにするぞ。ということで、戦歴見ていきましょうか。今回なかなか良かったんじゃ、ちょっとね、核も狙いたいところだったんですけども、まあなかなかね、ちょっと狙っては、まあ僕の実力では厳しいということですね。命中率 33.9 のキルルは5頭というような感じ。41の8です。いいんじゃないでしょうか。ということで、今回は魔王王だったんですけども、まあ今シーズンですね、この ADS の強化、相談数の強化が入って、AK11 ラン間違いなく超えると、しかもですね、この GGL という大会では禁止武器となっていますんで、まあ派遣ということは、まあまあ間違いないとは言えないんですけれども、まあ皆さんね、ぜひぜひこの武器使ってみてください。ということで、今回はこれで終わっていこうかなと思います。面白かった、上手かった、参考になったっていうのは、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからの COD モバイルの武器紹介だったり、最新情報だったり上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。